チャールズ・ウィラード・ムーア、チャールズ・ウィラード・ムーア、1925年10月31日、1993年12月16日は、アメリカの建築家、教育者、作家、アメリカ建築家協会フェロー、アイア・ゴールドメダルを1991年に受賞、1947年、ミシガン大学卒業、1957年に、 プリンストン大学で修士号と博士号を取得。そこでは、ジーン・ラバチェット教授のもとで学ぶ。ポストドクターのフェローとして、さらに1年間在籍し、デザインスタジオを開設していた、フィラデルフィアの建築家であるルイス・カーンの教育助手を務めた。プリンストンでは、同窓の学生ドン・リン、リンドン、ウィリアム・ターンブル、ジュニア、リチャード・ピーターズ、ヒュー・ハーディとの関係を発展させ、 生涯の友人や共同研究者となった。プリンストン時代にムーアはカリフォルニアのペブルビーチに母親のための家を設計して建設し、夏の間は近隣のモントレーの建築家、ウォレスホルムの下で働いていた。修士論文では、モントレーの歴史的なアドベ住居を保存して街の構造に統合する方法を探るもので、博士論文、水と建築は、 場所の経験を形作る上での水の重要性についての研究であった。学位論文はガストン・バシュラールの作品から引用する最初の建築学術研究であり、また建築現象学運動の初期の資料であることでも重要でもある。何十年も経ってからこの論文は同タイトルで出版された本の基礎になった。イタリア広場、ニューオーリンズ・カリフォルニア大学バークレー校の アーススクールオブビジネス。1995年にプロジェクトが完成する前にムーアは亡くなる。ありがとうございます。